ジョエル・スポルスキ、ジョエル・スポルスキは、アメリカ合衆国のソフトウェアエンジニアで著作家である。ソフトウェア開発について論じたブログである、ジョエル・オン・ソフトウェアの著者として知られている。1991年から1994年にかけて、マイクロソフトエクセルチームのプログラムマネージャーとして活躍し、その後フォグ・クリークソフトウェアを創業した。米国ニューメキシコ州アルバカーキ出身。 15歳の時に家族と共にイスラエルのエルサレムに移住し、同地で高校に入学し、空挺部隊の隊員として軍務を務めた。彼は北部ガリラヤの器物である、ハナトンの創設者の一人である。1987年に米国に帰国し、ペンシルベニア大学で1年間学んだ後、イエール大学に学籍を移し、1991年に同大学で、 コンピュータサイエンスの学士号を取得した。同年より、マイクロソフトでマイクロソフトエクセルチームのプログラムマネージャーとして働き始め、エクセルベーシックの設計とマイクロソフトの VBA 戦略を推進した。1995年にニューヨークに移り、バイアコムと ISP のジュノに勤めた後、2000年にホグクリークソフトウェアを創業し、ジョエルオンソフトウェアのブログを開設した。 abcd スポルスキー、ジョエル、ジョエルスポルスキーについて、ザ・ジョエル・オン・ソフトウェア・トランスレーション・プロジェクト2007年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年3月18日閲覧スポルスキー、ジョエル、ジョエルスポルスキー、ジョエル .spolsky.com2008 年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ 2008年3月18日閲覧。アンインタビューウィ w ジ i t h スポルスキー。s s o f t l e t t e r c o m 2007年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月18日閲覧。ありがとうございます。